黒田さん の、うん、あのアトリエですか、ええ、に安藤さんがその設計されたそのあのギャラリーっていうか、はい、展示ギャラリー作られてるんですよね。水のギャラリー、はい、そこはだからそれはだからその安藤さんのなんかこう見せ方みたいなところが、はい、まあ、すごく大きいと思います、ね、非常に狭い空間なんですよ。ああそうですか。写真に撮ると非常に大きい感じがするでしょ。なんかものすごくこう、うん、広い空間をイメージしてたんですけどね、であれを美術館で再現するのは非常に難しいんですよね、間口が狭くて奥行きが長いので、まあ、簡単には全部見ることができないような空間です。であれも光が非常に綺麗なんですね、あのスッと天井と あるいは後ろから光が入ってきて、それは自然光が入るんですか。そうなんだ、はい、だからやっぱりこういう白磁というのも光の当て方って非常に重要じゃないかと思うんですよ。いやそうですよね、もうそのまんまその、うん、シルエットとそのがこう出るっていうところは本当にこうライティングが非常に重要です、まあ、ライティング本当大切ですね、特にこういうあの立体造形の場合はどういうふうにライティングしていくかと、そこの館長の後ろにあるこの 台皿っていうんですか、それ最初見た時あの器かなと思って、うん、こうそこが中が空間空いてるのかなと思ったら 上が平らになってるんですよね。そうですね、これ不思議なんです。遠から見るとなんですか台皿、上がまあ平たいの、まあ、台皿というふうに言ってる。そうするとまあこれ何ですかね、ちょっと一種の、まあ、アニシュカプーアの作品と思い浮かべませんか。そう、あ、そうですそうです、あのアニシュカプーアのね、あの黒のこう空間なのか奥行きが分からないっていう、そう、あ、似てますよ。だからこれを見るとその表面にあの天板あるのかそれとも鉢になってるのか一瞬分かんなくなるんです、はい、うん、そうなんですよ。だからまあカプーア的だなとちょっと思ったりもしたんですけどあ、それで思い出したっていうか、あの僕が10年ほど前にあのやった展覧会で、あのこの黒田さんの展示からパッとあの自分の展覧会なんですけど思い出したのは、あの桑山忠明さんっていうね、あのやはり あのミニマルアートのずっとアメリカでニューヨークでおられる人ですけども、あの人の展覧会を10年ちょうど2011年だったかな、やった時に白一色ホワイトっていう展覧会名で全部真っ白の、あの平面なんですよそれはね、あのキャンバス地の作品があの1000平米の会場にを全部埋め尽くすっていうもう真っ白の展覧会やったんですね、それとちょっと印象はあの似てます。そうですね、そういえばそれで思い出しましたけど、この展覧会のカタログですよね、これもあの背表紙真っ白、こういう感じですよね、そうですわずかに凹凸があるだけでっていうことですね。だからまあ、こういうイメージとこれと通じるんじゃないかと思います。ちなみにあの館長はその、去年行かれたんですか、あの黒田さんのアトリエといいますか、こうあ伺います、はい、どういう雰囲気のところだったんですか、そのまあ、遠くに伊豆大島が、まあ、見える、そして場所はですね、あの伊東市の富戸というところなんですけども、うん、高いあの崖の上に立ってるんですよ、ですからその先生のお宅からはもう自然しか見えない、で海が見えてその奥にもう伊豆大島が見えるという形なんですよね、まあ、非常にその仕事場っていうのはどういう、うん、そのこういう作品がそこから生まれてくるなっていう感じの、非常に綺麗にされてるんです、いわゆるその陶芸家がですね、いろんなあの作品バーッと周りに置いてるという雰囲気はなくって、はいはい、でまあろくろも非常ろくろっていうか成形場所も非常に綺麗にされてて、まあ、その作品だけしか置いてない、非常にあの何ていうんですかね、まあ、あの行き届いたというか非常に繊細な方だなと思いましたね。だからアトリエもそのアトリエを囲むあのお住まいのところもですね、まあ、あの凝りに凝ったといいますか、もう自分のなんていうか桃源郷というか理想的な居住空間を作って、その中で一人試作をしな考えながら試作をしながら作陶をずっと続けてられるとおっしゃってましたね。しかもね、面白いこと言ったら夜作られることが多くって、あ、でその時に夜で何だったかな、オペラを流しながら聞かれるとかですねいろんなことをおっしゃってますね。いや、あのこのカタログの最初のところに黒田さんがご自身で円筒についてっていう
まあ、文章を書いておられる中でね、そういうお考えなのかって思ったのが、最初の方ですね、仮定としてですが、もし、私の脳の思考が肉体から全く独立した純粋に、思考という存在でありえるならば、私の円筒の理想は見るものでもなく、見せるものでもなく、持つものでもなく、まして持ってもらうものでもないと、本来は見えるものでもなく作るものでもないのですっていうふうに書かれているんですけれども、これはやはり黒田さんの要するに目指す一つの理想のこの、まあ、円筒の形というか、なんかそういうものなんですかね。この文章本当に考え抜いて作られたんだそうですね。だからこの文章で前にもどっかで書かれたんですけどもね、やっぱりこれも手を入れることができないぐらい、もう推敲に推敲を重ねた、まあ、文章だとおっしゃってました、ね、ものすごくこの短い文で研ぎ澄まされたこう、あのものがこうエッセンスが出てる感じが、で見えるものでもなく作るものでもないというふうにおっしゃって、非常に哲学的でですね、どう解釈していいか分かんないですよ、なんすかこうイデアみたいなものなんですか。こうまさにそうですよね。宇宙のイデアを、まあ、自分の手で形にする、で形にした瞬間に、まあ、具象として目に見えるんですけども、さらに何度も作り直さなきゃいけない、イデアから具象的な目に見える形を作っていく、だからそこね、見えないものを本当は表現をしたいんだろうと思いますよね。そうですよね。でもこの文章を逆説的に読むならば、しかし現実としては私自身は肉体が脳から離れているわけでも独立しているわけでもないので、結局私は手でその見えるものを見せるものとして、持つものとして、持ってもらうものとしての円筒を作っているっていうふうな、なんかそういうふうな、そういうこと、逆説的な、そうしか表現ができなかった、実際にはそうとしかできないっていうことに読めますよね、まあ、一種のイデア論的な感じしますよ ね、 一つにはそういう理想としての何かこう、抽象的なものが、作りたいものが、思考が、純粋な思考的なものがあって、でも現実としてはそれが物体としてそれを作るんだっていう、物体的に触れる存在物として作っていこうというわけ で、彼としてはその焼き物でなくても何でもいいだろうと、そういうイデアがあって、で彼自身はたまたま、まあ、こういう作家ですので、焼き物で白磁で表現していったということだろうと思います、ね、いやだからこれだけの理想的なものを具現化させようっていうのは、やっぱりものすごくこれは大変なお仕事なんだなっていう、大変だと思います、ふうに思いますよね。だから焼き物の歴史から言うと逆行してるんですよね。普通シンプルな造形からだんだんそのいろいろ装飾がある、文様がある、いろいろなあの造形をどん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 付け加えていく、そしてまたシンプルなものを揺り戻したり、まあ行ったり来たりなんですけども、黒田先生の白磁の場合はどん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 そぎ落としていって、単純なものに向かっていってるわけですね。から通常は例えば使いやすいものとか文様のあるものとか、そういった方向に向かうはずの焼き物がですね、使いにくいもの、文様のないもの、単純なものへ向かっていく、そして真っ白であるという、まあ、本当にあの、なんていうんですかね、こうまさにイデアとしか言いようがないものを表そうとしているなというふうな気がいたします。だからそういう部分で僕はファインアートがその目指そうとした、あるいはそのミニマルアートなんかの一つの考え方と共通する部分もあるなっていうふうに思って、実際にその黒田さんの作品を見てると、本当にその純粋ななんかオブジェとしてもいうふうにも見えることもあるんですよね。そういう作品、先ほどちょっと僕は小山さんの名前を出したんですけれども、何人かの現代アートの作家の仕事を連想するさせるような、おそらくその中にはその共通する多分意識っていうか、それは美術と工芸っていうものの境なく、なんか
共通するものが流れてるんじゃないかなっていうふうに思いました。そうですね。だからこれを陶芸とはもう言えない状態じゃないかなと思うんですよね。陶芸という範疇じゃなくって、まあ、土というかお素材にしたファインアートって呼んでもいいんでしょうかね。そうですね。もう一つ僕連想してたのは杉本博さんのね、うん、が10年ぐらい前に数学的形態っていう、これははい、あるいわゆる幾何学模型、はい、昔あれドイツで作られてたらしいんですけれども、いろんなその代数幾何学とか微分幾何学をこう立体模型にしたものらしいんですよね。円錐形とかあります。そうです。でそれを石膏で作ってるんですよ、うん、真っ白な、それ自体が美しいもので、うん、それを杉本博さんが写真にしてるんですよ、その幾何学模型を、うんうんうん、でそれの印象と、まあ、今回 の黒田さんのまあ作品、うん、あるいはこの図録にカタログに載ってるその図版の写真がとってもなんかイメージが重なるところがあって、うん、そうですね、そういうなんか、まあ、杉本さんはそれをまあ数学的形態というふうなタイトルでね、うんうん、発表されてますけども、まあ、そういう数学的なこう、うん、幾何学的なっていうか、うん、美しさみたいなものもあるなっていうふうに思いました、うんうん、そうですね。ただその非常に形態としてはすごい幾何学的なシンプルなんですけれども、やはりそこはですね、黒田さんの場合は手というんですかね、指を使ってこうやってろくろでやられますので、この表面の表情っていうのがちょっと違うんですね。ろくろの跡があったりするということでですね、そこがなんか作家としてなんか直接性っていうんですか、作品と作家との間のまあつながりが見えてくる。ですからもう決してその工業製品的に理念化して作られたものではない。で決してまたこれは何て言うんですかね、毎回違ったろくろ目が出てくると思うんですよ、作るたびに。これも一つ面白いとこじゃないかと思うんですね。だからいくらでも黒田さんは作っても作ってもこれでもないあれでもないというふうに出てくるんじゃないのかなっていう気がするんですよ。それが一種の抽象絵画みたいなところでもありますよね。毎回ちょっと違った形のものが出てくる。それがまあ作家が実際に体を駆使して作品を作る、まあ、表現のところじゃないかなっていう、はいはい、あと館長の今、うん、右の後ろにあるこれ割れ台座だっていうんですか。そうですね、割れ、表面がこう割れてひびが入って、ひびっていうか中は割れてます、どうですか。これなんか本当にフォンタナの空間概念の空間概念ね、まさになんかそういう感じですよね、うん、これだけ作ったものをあえてこうなんか割るっていうか、その割れた状態でっていうのも、これなんかはまあ本当に僕は現代美術っていうふうに言ってもいいなって思うんですけれども、こういうものも作られてるのはやっぱり、うん、黒田さんが単なるというか、その工芸ではないなんかものを目指しておられたっていうか、この方が目指しておられたものっていうのはなかなか深くて、うん、それを理解するのは大変だなって思ったんですけど、うんうん、まあ、立体造形であることも意識させますよね、これ。そうなんですよね、そのフォンタナの空間概念と同じ、うん、そうなんですよ。これだけ精緻にこう、うん、作ったものにボンとこう割れ目が入ってるっていうのはなんか非常にこうショッキングなインパクトをこう見ると受けるんでね、まあ、これは最初はひょっとしたら偶然だったかもしれませんけれどもね、まあ、それをまあ素晴らしいと思ってやられたのかもしれません。そうですよね。でもこういうそのところに何ていうんですかね、造形的な面白さっていうんですか、表現としてこのひび割れ、そちらにもありますね、安井さんの、これもですね、非常に構図、まあ、僕らからしたら構造がよくわかるし、あ、こんなに薄造りだったんだなとかね、技術的なところ見えてくるんですけども、見てて非常に面白いんですよね。だから先ほどおっしゃった杉本さん の、うん、石膏では出てこない、偶然性のようなものもある意味では出てくるんじゃないでしょうか。ああ、なるほどね。偶然性、それもまた一つの要素として、まあ、彼は
考えてると、まあ、焼き物はよく偶然性というのをよく言いますけれども、うん、こういうあの大きなひび割れってもこのまっすぐなのは意図的にあったんじゃなくて自然に、うん、あの裂いたような形の割れ方ですので、はいはい、この線というのはまあ偶然性のなせる技だと思います、ね、うん、それも大事なことだろうと、うん、例えばですね、あの偶然というのは物理学で非常に重要な概念であってですね、あのこういうシンプルなのはニュートン力学的な造形なんですけども、さらにそれを超えるところは、まあ、偶然性っていうんですかね、まあ、素粒子の存在みたいなもんですけども、偶然的なところが非常に重要だろうと、まあ、そこも考えられてるんじゃないかと思います、まあ、あと今回この黒田さんの展覧会がこの東洋陶磁美術館でやられたっていうところが私としてはまあ非常にこう、まあ、嬉しいというか驚きというかというところがあって、やはりこの東洋陶磁といえば、まあ、アタカココレクションを母体にした、まあ、朝鮮中国の、ね、名品があるわけじゃないですか、うん、一方同じ展示空間にそれがあって、そしてそれと、まあ、対比的にこの黒田さんの今回作品が並んだっていうことを館長としてご覧になられて、どういう率直にどういうご感想なのかなってお聞きしたいんですけど。あの焼き物ってもう本当に世の中に無数にありますけれども、まあ、あのこちらの美術館では焼き物のその時代のその様式の最高峰のものを見せていきたいと、共通するものがあるんですよね。で、あの特にアタカコレクションの非常に研ぎ澄まされた美意識で集められたというアタカ一さんの目っていうのはやっぱりすごいものがあるんですね。韓国にしても中国にしても、だから単純に貿易陶磁とかなんかそういうお茶道具の伝来が重んでるとか、ね、そういうものじゃなくって、作品自体 の、まあ、あの完成度の高さを、まあ、ひたすら追求していったような作品をまあ並べられてるわけなんですね。ですから中国でいきますと宋の時代とか元の時代とか、まあ非常に焼き物として一番素晴らしいものだけをまあピックアップしていかれる、親戚時代はちょっとやめようかとか、そういう感じですよね。そう思いますとね、現代の、展示するべき作品としてやっぱり黒田先生の入ると思うんですよ、そういう観点からいきますと。ですからあの、まあ、一つの、現代陶芸の、まあ、到達点の一つとして黒田先生の作品があるんじゃないかと思います。また別の造形あると思いますね。前見ていた何ですか、上松さんの作品とか、あれも、まあ、一つの現代陶芸の表れですし、黒田さんのも現代陶芸の、まあ、一つの頂点になってもいいんじゃないかと思います。そういう意味ではあの一貫したあの展示だろうと思うんですね。東洋陶磁美術館でずっと展示してますのは、だからあのこの展覧会をご覧になってくる人、最初の部屋はあの韓国当時の部屋ですけども、朝鮮時代の白磁を見た後、まあこちら入ってきて、あのすごい違和感あるかもしれませんけども、よもう一回もう一周二周するとなんかあの共通するようなものを感じていただけるような気がするんですよね。どうでしょうか。いや、もう私はだから最初の常設のコーナーでその朝鮮の白磁とかを見た後で、うん、ここがこの空間っていうのはまあその行き止まりというかどん詰まりの展示空間 で、ね、その後に黒田さんの作品見た、いたんですけども、全然負けてないなっていうか、これはこれで素晴らしいと思いましたね。決して引けを取ってないっていうふうに思いました、私もそう思いますけど、いやだからやっぱり若い時は本当にそうやってあの何でも見てやろう精神で海外に出て行って、まあ、ある種非常にこうなんかエネルギッシュでなんか血の気の多い若者っていうところから、うん、そしてこの白磁の世界に行くっていうね、この一人の人間として芸術家として見た時に、うん、まあなんて人生なんだろうなって、そういう一つ一つの積み重ねかもしれませんよね、うん、だから本当に偶然の積み重ねかもしれませんね、出会いっていうのがね、うん、島川先生との出会いだってパリのレストランでたまたま出会ったとおっしゃったし、からその時にですね、フランスでは三宅一生さんたちのやられて、その時ですね、はいはい、まだ三宅一生さんがパリで、うん、まあ、なんていうかごくごく最初の初期ですよね、うんうん、だから本当にこう人との出会いに恵まれた方だったんだなっていうか、うんうん、まあ、もちろんご自身がそこに
飛び込んでいったっていうのもあるでしょうけれども、そうやって偶然的にいろんな、うん、あのね、非常に魅力的な人と、そしてのコレクターも非常に恵まれててですね、あ、まあ、どうしたらエリック・クラプトン、あ、はいはい、あの人もね、来たんですよね、なんかあのお家に来られたんだそうですよ。ああいうそのジャンルを超えた、あの、まあ、アーティストにこの白磁を気に入ってもらえたってことは非常に嬉しかったんじゃないでしょうか ね、 そうですよね。当館に寄贈していた孫泰蔵さんという方もですね、ギャラリーでたまたま、あの黒田先生の白磁を見て気に入った、もちろん作家のことを全然知らずにですよ、その作品を見て、まあ、買われたということで、だからあの作家名ビッグネームだから買うとかそういうことではなくてですね、ただただの作品を見て気に入って、まあ、そしてあのコレクションをされるっていう、まあ、そういうなんていうかな方にまあ恵まれているなという気がしますね。いや、それで、まあ、黒田先生の作品今回本当にここの豊東寺美術館で見られたっていうことが、ここで見たからもしかしたら僕にとってこれだけのやっぱりなんか感動的な出会いになったのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあそれはさっきも申したように、そのここの名品とこう並んでこれがあることによって、なんかその一つの歴史を超えたこういいものが持ってる一つのなんか共通するものっていうところに触れられたような、あの気がするんですね。ありがとうございます。で、まあ、考えてみたら、あのこの出川さんが館長になられてから、豊東寺美術館もなんかいろいろと次々とこうなんか新規軸って言いますか、変わってきたなっていうのが本当にひしひしと、何年か前にうちの美術館のコレクションをここで展示させてもらったこともありましたしね、あれは本当に現代アートの作品をこの東洋東寺美術館という空間で並べていただいたっていうことで、いやもう本当にありがとうございました。あの人間像の展覧会ですけど、いやいや本当に思い切ったことをされて、どうなるんだろうっていう不安もあったんですけど、なかなかあれはあれで良かったですしね、国立国際のコレクション素晴らしかったんで、あれでいろいろ、いや、自分ところの展示空間で見るのとまた違う風に見えるんですよね、この場所で、その作品を置いてみるとね、それはなんかあの時に確か池村玲子の、あ、はいはい、あのうさぎの作品ですね、 あれちょうどこの部屋に展示したんですよ、そこにですね、はい、あの日本の陶芸中に本当置いて、全然違和感なかったですよね。ああいう発見っていうのは美術館でその現代美術にだけ囲まれているとなかなかわからないところなんで、逆にそれを一つの陶器とかっていう風なその文脈で見ることによってまた何か違う見え方っていうのができるんだなっていうのは非常にこう勉強に、我々もそうですね、あんたかコレクションだけずっと展示してるんじゃなくて、その中にまた現代美術あるいは新しい作品を入れることによって、まあ、古いものの見え方もちょっと変わってくんですね。そうですね、視点が変わってきますからね、それからあのお互いになんか引き立て合うような感じで魅力がまた発見できる場合もありますし、あの今アメリカとかヨーロッパでそういう展示もかなり流行ってきてますよね、はいはい、あの単に歴史展示がないものであって、一昨年かな、あのエリック・ゼッタークリストさんの写真の、はい、あれもどうでした、まあ、あれもすごく良かったですよ、本当に写真とここのコレクションっていうものがああいうふうにこう、共鳴するっていうか、あ、なるほど、すごい、いや本当によく見てた、大胆なこと、次々とこうなんかこう新しいこう、チャレンジしてこられてるんで、単に東洋陶磁っていうその狭い範疇じゃなくて、あるいはその例えば西洋の器、あのものであると、あ、まあ、マイセンとかフィンランドの陶芸とかですか、ですよね、とかセーブル、あとそれから去年でしたかね、アビーコレクション竹工芸っていうインスタレーションでした、これもだけどものすごくマッチして、すごくいかがでしたの竹工芸、いや竹工芸なんて今まで本当に ほとんどその存在すら意識しなかったんですけど、ああやって見ると、あのものすごく魅力的に見えましたよ、合うんだなって、やっぱり、まあ、工芸っていうそのもちろん共通性はあるにせよ、
ああいうあの作品的なアート的な作品も、ね、大きな作品も展示されて、なのでこれからその、まあ、この黒田太蔵さんの作品もそういう意味では本当に東洋陶磁美術館としての一つの新しいというか、まあ、方向性を打ち出されたなっていうインパクトが僕はすごく受けて非常に感動的な、ありがとうございます。そう言っていただくと、まあ展示した目ととっても嬉しい言葉です、ね、これからどこに行くのだろう東洋陶磁美術館はっていうどこに行くんですか、そのワクワク感がなんか目も離せない感じがしますけど、はい、まあ規制の概念に縛られないものでなきゃいけないと思うんですね、はいはい、特に美術ってそういうところありますよ ね、 そうですね、規制価値ではなくって、はい、新しい見え方をどん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 提案していくということも必要ですし、うん、何よりも僕ら生きてるから、うん、生きている人間がどう見るかであって、うん、まあ、同じ作品を例えば過去の人はまた別のように見てたかもしれないですよね、はいはい、古美術の場合は。でも現代人があの過去の美術をどういうふうに見えるかってことをまた考えていかなきゃいけない、うん、その時に現代美術と組み合わせることによってですね、うん、まあ、新しい見え方が出てくるんだろうと思います、うん、それとそれやっぱり一流のものを見せるっていうね、うん、おっしゃったように、まあ、いいものをとにかく見せるっていうのは、うん、やっぱりその観客お客さんにしてみたら東洋陶磁が扱っているものだからっていうところでのその信頼感っていうのは、うん、やっぱりここの美術館が長年培われてこられた一つの実績が、そういう多分その大阪市民をはじめこの美術館を愛好される方々にそのやっぱり非常にその信頼感としての大きさっていうのはこの美術館が培ってきたものじゃないかなって、うん、まあ、それが一種のプレッシャーですからね。いや、羨ましいというか、美術館に来ると外れのない展覧会やってるというふうに言われたいので、ね、そうなんですよ。だから知らん、分かんないけど東洋陶磁でやってるからなんか面白いんじゃないのっていうところで、うん、お客さん来られますよね、うん、そのそううアビーコレクションにしてもそのエディック・ゼッタークイストにしても、うん、誰か分かんないけどなんかでも東洋陶磁が取り上げるんだからっていうね、うんうん、まあ、黒田太蔵さんなんかも僕はそういう今回展覧会じゃないかなって思います、はい、僕自身がまさにそうでしたし、うん、そして来てみたらやはり期待を裏切らない素晴らしい感動が待っていたっていうところで、あの本当にこういう方があのおられ、まあ、おられたっていうね、もう過去形になってしまったのが残念なんですけれども、うん、でもそういう人と、まあ、作品を通して出会えたっていうのは、はい、やっぱり何よりのこう喜びですから、そういう出会いをこれからもどんどん作っていただければ、ぜひね、まあ、美術館としてそういう作家をどんどん紹介していきたいですね、うちも本当に核ありたいって思ってますけれども現代美術もなかなか難しい、あの、うん、分野なんでね、そのそれこそ一流のものっていうのを見極めるのが現代美術の場合は、うん、それが まず一つの大きなあのハードルですからね、非常にわからない今その評価っていうものがこう基準がはっきりしない世界ですから、あの、まあ、それが面白い、現代との面白いところでもあるんですけどね。そうですね、だから現代陶芸という言葉はいいかどうか知りませんけども、うん、焼き物もいろんな方向性可能性があるんでね、うん、まあ、どちらに向かっていくか、まあ、それも見極めなきゃいけないと思っております、うん、そしてまあできればその後世に残るようなきちっと評価されるような作品をきちっと取り上げていきたいなと思っております、うん、それは現代美術館のかな、はい、一緒だと思いますけど、はい、黒田太蔵さんのに関するいろんなあの作品についてのねお話が聞けたんで、はい、いろいろとこう納得できたところがありました。どうも、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。